60センチ紐に桃花をつけ、2個のお細工物をつける吊るし飾りなら手軽に作ることができます。今回は直径15センチの吊るし飾りの輪っかを作ります。用意するもの、100均のクラフトテープを芯にしています。直径15センチのものだと長さ50センチ必要です。外側は12本取りのテープが1本、外生地は 52×3 が1枚。内側は外側より太めで12本取りのテープ1本と半分にカットした1本をセロテープなどでつないで18本にしておきます。輪っかをしっかりさせたいので内側は二重にしています。内側の生地は 51×4.5 センチが1本、レド打ち紐、今回は25センチが3本、40センチが1本。長さは好みで調節してください。飾り花用に台直径6センチが6個、紐につける小直径 4.5×5 センチが4個、ビーズは4ミリが12個、3ミリが4個ほどです。外側の輪っかはクラフトテープの内側に接着剤や両面テープをつけます。生地の片一方端を折ってきれいにしておきます。内側から貼って外側がきれいに見えるように輪っかにします。内側の輪っかはしっかりとさせるために二重にしてテープの長さを確認しておきます。内側がきれいになるように布を貼ります。輪っかを6等分して目打ちなどで穴を開けておきます。江戸内紐の端を固結びします。輪っかに紐を縫い留めます。紐に小のももかをつけます。裏側より一目すくって2本取りの糸の間を通って抜けないようにして表に出て、表大きな目、裏小さな目、大きなオスの針目と小さなメスの針目、オンバリメンバリで縫っていきます。綿を入れ絞っていくと大きな目がなくなって小さな目だけで絞られ、余分な生地を押し込んで糸を引っ張るときっちりと絞られます。表に糸を出して糸を渡しながら5等分していきます。紐の端に花をつけます。輪っかの中心の糸をまとめて結びます。結んだ場所で長さが調節できます。輪っかにつける花を作ります。作り方は先ほどと同じです。桃花をつけていきます。紐を引っ掛けますのでしっかりとつけておきます。これで輪っかは完成です。